鹿児島市より NHK をぶっ壊す、はい、今日が12月の3日、22時56分です。鹿児島市生態策院の西条寺真也です。よろしくお願いいたします。今日はですね、平塚正幸さん、公認の、取り消しは、当選確率を上げるためだったということでですね、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。ですね、ちょっと今日、お昼ぐらい、ちょっと私、お昼過ぎだったかな、夕方ぐらいだったかな、ちょっと聞いたんですけど、平塚さんの、なんか公認が取り消されるっていう話を、ちょっと聞きまして、で、ちょっと私もいろいろ関わったことがあるので、平塚さんの良さっていうのは、物事結構論理的に考えて、それを、話ができたりとか、それに対して相手に、突したりとかですね、そういう、論理的に考えること、それを伝えることで、あとその突したりする行動力だったりっていうところだと私は思ってます。で、大橋議員とはまたちょっと違った形でですね、いろんなところに、おかしなところっていうところに突っていけるっていうところが、でそこで議論ができるっていうのが、平塚さんの売りというか、私が思う長所だと思っていて、でそれがですね、N 国の中であれば、現状ちょっとなかなか生かしきれてないのかなっていう、ちょっと矛先が内側に、党の中の方に向いていて、で党の中の人も、平塚さんの取り扱いって言ったらおかしいんですけれども、扱いに困っていて、逆にちょっと攻撃的に出てる人がいて、それに対して平塚さんも反発していてっていうところが結構あって、私はちょっとなんかもったいないなっていうのが正直なところでした。で、それでですね、今日先ほど、22時半ぐらいでしたかね、立花党首のツイッターで、立花党首がちょっと他のことでツイートしていることに対して、他のユーザーの方が、平塚が四街道市の公認を取り消しになった理由を弁明してくださいと書いているんですけれども、それに対して、公認取り消しではありません、無所属で立候補した方が当選確率が上がると判断しただけですと。これは立花党首の、リツイート。これちょっと文字が化けてしまっていると思うので、ここはですね、ちょっとリンクの方を動画説明欄の方に載せておきますので、そちらをご覧ください。はい。で、ちょっと最近ですね、やっぱ N 国党の市議会議員選挙立候補した方で、思ってたようにやっぱり票が伸びなかったりとか、立花党首の市長選というところも、やっぱりなかなか伸びがなかったっていうところで、立花党首もいろいろ考えられているかと、そういう様子が最近のライブとかで見受けられたんですけれども、その中でですね、無所属で、出た方が当選の確率が上がるんではないかっていう、そこには結論づいて、で、ちょっと平塚さんに電話してもちょっと今つながらなかったので、確証は得てないんですけれども、立花党首と、平塚さんが、電話の方をしていて、っていう話も聞いているので、その中で最終的に決まったことなんだろうと思います。なので、N 国で立候補をしないっていうのに関してはちょっと私はすごく残念ではあるんですけれども、逆に言えばいろいろな枷っていうか、そこがない状態で平塚さん本来の、行動力だったりを発揮して、ぜひともですね、四街道の市議会議員選挙を頑張っていただきたいと思います。はい。ちょっと、私としては、今回の、取り消し、残念ですけれども、四街道の市議会議員選挙、当選することを願っております。以上です。鹿児島市より、NHK をぶっ壊す。